はじめまして、青空の玉手箱さんです。はじめまして、参政党の皆様、お元気で。違いますよ。あんま見てないっちゃう。なんか、カピバラのことみんな文句言え文句言えってくせに、自分ら見てないんですよ。もっとひどいなと思って、俺あれ見るの結構大変なんですよ、イライラして。途中で切りたくなるのに、まあもうしょうがない、違う、あるでしょ。いや、参政党ファンの皆さん、こんにちは、カピバラチャンネルですって感じです。あなたのご意見、感想を聞かせてくださいっていう。皆さんで投資をしましょう。投資、皆さんでお金の話をして学べる投資番組をカピバラはやります。やってくれるんですか。はい、青空さんがやってくれるんですか。いや、カピバラさんが昔やってたもん。あ、そうなんですか。はい、お金に関する、はい、あのことを学ばさせていただいてました。あ、見てたんですか。見てないよ。皆さんが困っちゃうんで、僕らがこうやって動画出してると自分らの声が入ってしまった議員さんもいますから。あれ、誰かいるとは言いませんけれども、ご迷惑かけないように僕らやりますんでね、本当に8分の尺が欲しいんですよ。8分、8分ぐらい喋ってもらわないと。8分、はい、俺長崎いいとこですよ、うん、あ、っていうか、うん、今日おそばさんあれですよね、水源行きましたよね、白川水源。はい、白川行きました。めっちゃ綺麗でしょ。めっちゃ綺麗でね、思わず飲んだんですけど、うん、飲んじゃった。美味しかったんですよ、うん、そしたら社長がなんかそこでペットボトルで買ってくれたんですけど、私もう一人でジャバジャバ飲んでたんですけど、ね、美味しかった、すごく美味しかったですよ、ね、ですよね、はい、チクチクダメですよ。あー、今聞こえなかったですね。いや、聞こえなかったですね。もうありがたいですね、カピバラさんのチャンネルに出させていただいて。カピバラじゃないです、おそばブラザーズ。これカピバラさんのチャンネルじゃないんですか。おそばブラザーズです。カピバラさんのチャンネルじゃないんですか。違います。お金の勉強とかするチャンネルじゃないんですか。します、僕は。え、僕でも本当そのいかがわしいことでしかお金稼いできたことないから、はい、僕にお金の勉強の YouTube やらせると、やっぱりほら、それ賛成というかタウンミーティングとかやってるでしょ。だからああいうことですよ。ノルマを貸して、おい、お前らいいか、今チケット、鶴田今チケット何枚も、あ、鶴田、もう終わったよ。やばいですね。いや、でもいっぱいいるから。いっぱいいるね。いっぱい。じゃあボスコ、お前今チケット何枚も売ってんだよ。チケット、はい、チケット1枚売ってない。1枚も売ってないだと。あ、もうダメだ、これダメです、これ。あのね、俳優たるものね、自分のね、お客さん持ってないともうね、もうやってちゃダメだから、もうクビですっつって、こういう感じで亀谷さんみたいにやっていくのが私のやり方だったんで。怖い。そういうお勉強だったら大丈夫ですよ。まあ、でもカピバラさんも同じことやってますよ、情報商材みたいなこと。そうなんですか。それ初めて聞いたっす。カピバラ、そうなんですか。カピちゃん情報商材。俺、カピちゃんが石を売ってるっていう情報と、パワーストーンを売ってたって情報と、それから、あ、そう、社長には9番って言ってない。あとあれ、なんかね、服を宣伝してたんですよ。要はアフィリエイトだな。アフリエイトね。アフリエイトのチャンネル持ってます。例えばこの服、皆さん見てくださいっつって、これがですね、実はですね、4,880円のね、でもこれすごい機能性があっていいんですよ。ここにハサミ入れる、カッター入れる、ここになんかのホッチキスでなんか作れるみたいな、いろんなこと言ってですね、こんなの売ってますよって商品の紹介して、でそこからその商品を買ったらカピちゃんにちょっとお金入るって、せこいのもチャンネルやってました。そうなんでさ、儲けるの。あ、でもそれが本当にカピバラかどうかは、私は、俺さ、X でさ、流れてるさ、カピちゃんっていう、金融系のチャンネルやってるカピちゃんはさ、そんなにいっぱいやってんの？わかんない。あれ、俺はあれって思ってるけど。カピちゃんですか？カピちゃん。カピちゃんですけど？金融系のやつ。それをしたら、ちょっとそれ今度送ってくださいよ。カピちゃんですけど？あと、カピちゃんが、
なんだっけな、ハイパーメディアクリエイターみたいな謎の名前でフライヤー送られてきたんですよ。カピちゃんが昔やってたセミナー、レッスンセミナーみたいな、ワークショップみたいな。大丈夫です、田舎には聞くんです。めっちゃ聞きますよ、うん、お蕎麦もできるんですよ、長野とかで。田舎には聞くんで、そうそうそう、1時間5000円ぐらい取ってね、偉そうに YouTube6000 人ぐらいしかいないのにこうやって稼ぐんだぞって教えてあげるんですよ。カピちゃんね、そんなこともやっててね、お金大好きなんでしょうね。あれですよ、参政党のことを、うん、かじったら、うん、すごく登録者とか回数が回るんで、うん、ずっとカビみたいに、カビです。カビ、はい、カビパ？カビパ？カビパラ？なんで楽しそうにしてんすか。僕一滴もお酒飲んでないから、ちょっと混乱しますよ。青空さんいつものやつと違うから。いやいや、これが素ですよ、別に。そうなんですか。はい、もっともっと出していこうと思ってます。マジっすか。はい、飲み配信、飲み配信気をつけてくださいね。心配してなんか変な人からコメント来たんです僕。なんだっけ、青空さんをなんか擁護してください、助けてくださいみたいな。だから青空さんが今やられてる配信が非常に危ない情報ですよ、はい、要は彼らにとってです、キャツらにとって、はい、非常にまずい情報をバンバン出してるわけですよ。だから多分僕なんか別にどうでもいいです、やつらからすれば、はい、うざいなってだけで、本当に、はい、多分本当に、あ、このガキはうざいなと思ってるだけなんです今、おそらく、やつらはね。 でもこっちはマジで勘弁してくれて出してるから、あ、すいません。だからこそ多分ね、青空さんのことを心配している方がいらしてね、はいはい、殺されちゃうんじゃない、多肥されちゃうんじゃないだろうって。まあその時はその時ですよ。そうですね、はい、うん、でも言いますか、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 俺のチャンネルでタウンミーティング、あと1分、あと1分、あと1分タウンミーティング、はい、おかしいでしょうね。おかしいですね。おかしいですよね、うん、いっぱい入ってるのにその収支報告書がないでしょう。あら、ここでポッケなの入れちゃってんじゃないの。入れちゃってるですよね。北海道でもそんな話ありましたよ。ありますよね、まあ、現金だからです、ね、現金だから。お蕎麦もよくやってました、はい、現金だからチケットはよくやってました。おそば劇団でチケットはこれだけはちょっとやってましたから。チケット50枚ぐらい売ってきといて30枚分ぐらい僕のようにしてましたから。おそばやってんだろうら、おいおい、お前ら、お前ら、はい、いや以上。ちょっともう閉めていいですか、もう持たない。え、何が何が、もう閉めていいですか。みんなカラオケしに来てるんですから。え、閉めます、いいですか。以上、北朝鮮の工作員と小沢たまきょうと申します。よろしくお願いします。でした。またね。